ギドラマ室何かに悩めるギアナガールから僕らのところに普通のストーリーこと普通ストが届いてそれを僕たちが精いっぱい紹介していくこのコーナーさて今回はディアネームみーちゃんさんから僕らのところに普通のストーリーが届いていますでは紹介していきましょうみーちゃんのお便り最近ツイッターが「X」に改名しておなじみの鳥のアイコンも変わってしまいました 私の友人はこれを痛く気に入ってしまい、様々な言葉を X に置き換えて話してくるのでとても困っています。あんたの好きな X 買っといたよ。とか。今週の土曜日、X どうとか、わけがわかりません。どうしたら彼女を正気に戻してあげられるのでしょうか。うん まあ知らねえすけどね。知らねえんだよ。知らねえよなんだよ何の話をしてんだ。面白くないんだけど。なんか悪くなっちゃうから。それはさすがに避けたいと。スルーしてあげてください。さっきツイッターが X に解明したんでしょ。らしいね。あもう全然やってねえからわかんないですけど。ピンとこないんだよね。まあ X に解明しようがなんだろうが旧ツイッターとかツイッターでっていうふうに言った方がわかりやすいもんね。 ツイッタんか。うん。X ってなんかほら。<laughs> な。まあ他のものにも当てはまっちゃうからより混乱を招いてるんだと思いますけれどもね。確かにね。まあまあ僕も小野くもねツイッターをやらないまま X になっちゃったんでうんまあ多分このまま一生やらないと思いますけれども。そうだね <laughs>。まあまあまあでも、ね、ただねこのみーちゃんの友達のように X に解明した方がいいものまだまだ,まだたくさん実はあるんですよ。 この世の中に。ええと。ま、あの、前後今矛盾してますけれども、話が。<laughs> そうだね。い、えー、っぱいあるんですよ、実は。<laughs> まあ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 、えー、話を聞こう。<laughs> えー、聞こうよ。というわけで、今回はこちらをお届け。<laughs> X 解明クイズ 今から僕らに関するものをいろいろと、x、に解明します <laughs> 一体解明前が何だったのかを相手に当ててもらいたいと思いますなるほど斬新なクイズだなまあそうですね <laughs> なんであのまあ普通に喋りますけれども <laughs> その中身の一部が x に解明されてるんでうんそれ何のことっていう風になると思いますけれどももしかしたら x に解明した方が良かったねってこともありうるかもしれんそれはないと思いますないのかじゃあまずは神谷博士の x 解明クイズ <laughs> 問題 最近はもうエックスばっかり食べてますね。おお、え、なんだろう。今日の昼もエックスだった。<laughs> 毎日エックスでもいい。毎日エックス、まあ、それは飽きるけど。あ、さすがにそれは飽きる。ただ、もう面倒くせえから、家にいる時はもうエックスだね。ーあーはあ、ーお湯注いだりするエックスって、何が。 違ううな俺も使けどでもちょっと軽く軽く炙ったらおいしくないいや炙らないよ。炙らないっあれおかしいな火通さないのかな火は通すよ。1分ぐらい火通すよ。1分 !1 分でできちゃうからすごい楽。納っめできんのよ。夏は X。夏はスもう本当に。キンキンに冷やして。 キンキンに。キンキンにキンキンに冷やして。冷やして。そうそう。まあ、どっちでもいいんだけど、あったかく食べる方法もあるし、ただまあ冷たい方がやっぱ X 美味しいよね。冷たい方がね。あ、わかったかも。お、何すか ?X は、そうめんその通り 分茹でうん,うん、うん、こんな感じで出題しますんで、うん、まあまあ我々の近況報告だと思って聞いてください、うん、なるほどね、はい、じゃあ続いて小野大輔の X 買い目クイズ問題いや今一番お金使ってるの X っすねあ小野君 X に金使ってそうだよねもう、X、はやっぱねあ<ー>金食い虫よあでもさ安い X もあるでしょ え安い X もない安い X もない。中古 X はさ、中古、中古 X。まあ、興味はあったけど、うん、中古 X やっぱね、やっぱ新 X がいい。新 X がいい。新 X、やっぱね、新 X の方が、やっぱそうなんだ。気分的に。気分的に気持ちが全然違う。でもほのによってはさ、新しいのなかったりするでしょあのね、時間かかるね。 新 X が来るまででもあの時間も楽しみだったりはそうだよね車車それ最初って今一番お金を使っているものはねうわバレバレか続いてもうね X にはいくらお金使ってもいいと思ってるんですよ俺 いくらぐらいもうわかんないだってもう金じゃ買えないもんもう本当にねこの X の大切さっていうのはね、うん、もう本当に今骨身にしみてるはあ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  X は、うん、やっぱでもそのお金だけじゃなくて時間もかかるでしょまあそうね X をそうだねお金もかかるし時間もかかるかなる、ね、そんな一朝一夕には手に入れられないよ ああ、そっか。すぐにはね。すぐには無理。ああ、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 X、あれ、ちょっと待って。質問していいの？何？X のためにどんなことをこう心がけてるの？ええ、なんだろうね。X 大事だと思うからさ。いや、まあ特に今ほらライブツアー中だからさ、なんだろう。X のために。大変だよ。大変。うん。大変。維持するのは。あ、維持するのがね。 健康その通りです。よしよし。まあちょっと自信なかった最初。最初自信なかったけど、ちょっとずつ外ボリ埋めてったらやっぱそうやっぱそうだったっていう。そっかでも人間は変わらないんだそうなんだやっぱ大事なのは健康よ。そりゃそうだ。さあじゃあ僕からいくぜやっぱねうん一番可愛いと思うキャラね X だね。 X はねやっぱりねあの見てるだけでもいいしなんて言うんだろうなでもぽよぽよしてんだよね。ぽよぽよしてるの。ぽよぽよしてる感じです。ああ小野さんぽよぽよしてるの好きだもんね。そうそうそう。ぷよっとしてる感じ。柔らか柔らかい。柔らかいね。柔らかい感じ。X は柔らかいね。X は柔らかい。X の感度はどんな感じ感度感度いい方がいい 感度はね、いい方だと思う。いい方がいい。方が好き。まあ、そりゃそうだよね。いろんな人と、いろんなものと、よろしくやってる。うわ仲良し。いろんなのと仲良し。うわ俺そんな X 嫌だわ。なんか一緒になんかコラボしてる。えぇ。そんな X? わちゃわちゃしてる。いや、わちゃそんなもん。一番可愛いい。あ、そう。あとね、お尻。 はい。お尻が一番可愛い。何言ってんのお尻がね、X なの。はうん、X は。お尻が X なの。お尻が僕一番好き。何言ってんだたまにお尻見せる時があったよ、X は。あ、そう。さあ。何のこと言ってると思う一番可愛いの。俺が一番可愛いと思うキャラ。あ、そう。うん。うん。ピカチュウ。それは俺だ。俺はもうピカチュウがいい。お尻何正解はね、ポンポンプリンでした。 <laughs> <laughs> ポンポン不倫ンンか。たまに見せてということでディアネームみーちゃんさんこれからもどんどん X に解明していきたいと思います神谷博士小野大輔の「ディアガールストーリーズ」。